はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら六甲山にねやってまいりました。ちなみにこれ GoPro Max ね、結構ねこれ撮れちゃうかどうか心配なんですけど。ちなみにガキ元マフラー、これねやっぱあの山道ね発揮しますね。音が結構ブイブイね言ってかっこいいんですよね。あの見た目もねなんかほら走りそうな感じしますよね。六甲ミートアーツに行きます。今これミーツアート、はい、それに行きます。あの今ねこれ六甲山の途中のなんか休憩所みたいなところです。GoPro 大丈夫ね。はい、今日も安全運転で行ってみましょう。もうね今これ六甲山、20度です。だいぶね涼しいですよね。もうね10月入りましたので、下にいてもねあの涼しかったです。今日はちょっと曇りなんですけど雨大丈夫かなっていう感じで今日はドライブしております。でやっぱねあの燃費がね、さっきまで下道でずっとゆるっと走ってたら22キロぐらいだったんですが、やっぱねこれ山道とか来ると今もう17キロぐらいまで落ちちゃいましたね。この柿本マフラーの具合があるのかどうかはちょっとわからないんですが、やっぱね山道走っちゃうと落ちちゃいますね。でまあホンダいいですよ。今日はねまたホンダいい話なんですけど、この間ねあのモータージャーナリストのゴミさんがホンダいいレビューしてまして、ホンダいいとホンダいいアドバンスっていうね2種類あるんですが、後半の方にねホンダいいの、普通のね、16インチのタイヤの方の、レビューしてたんですが、まあそっちの方がね街乗りとしては適していると、乗り味がね全然変わってくるっていうことだったらしいですね。やっぱね、ミシュラムのパイロットスポーツとかあれ17インチのね、アドバンスの方はあの大きいホイール履いてあるんですよ。でやっぱそのパイロットスポーツがちょっと硬いっていうのと、まあ、17インチなんでね、その辺のクッション性もちょっと変わってくるということで、やっぱ16インチの方がやっぱ乗り味としてはすごいいいということで、まあ、ホンダEを買うんだったら、ゴミさんは普通のホンダEを選ぶといった感じでしたね。私もねそんなに頻繁に高速道路とか乗らないんで、まあ、たまにこうやってね山道に来てワインディングは楽しむんですが、ほぼ、街乗りですよね。まあ、やっぱりあの街乗りがほとんど買い物車で、まあ、本当にね生活として生活必需品としてねあの車使ってますので、やっぱその辺の乗り味とかは結構重要になってくるんですかね。毎日ね、まあ毎日の、まあうちの嫁は毎日乗るんですけど、やっぱこのフィットハイブリッドのこの S パッケージもね、最初ね、あのタイヤがすごい硬かったんですよね。あのスポーツタイヤついてるわけじゃないんですが、それでもね、すごい硬くて、途中でね、一回、これはね、ミシュラムの、エコタイヤですけど、それに履き替えたんですよね。それだけでね、すごい、柔らかい乗り味に、上質な乗り味になったなという印象がありますね。なので、まあ、タイヤ一つ、まあ、アルミホイールのね、大きさ一つで、全然乗り味が変わってくるんだなという感じですよね。なので、まあ、こういったフィットとか、ああいう、ホンダEに関しては、まあ、シティコミューターということで、日々の、乗り味っていうのが、かなり重要になってくるのかなということですね。まあ、もちろん見た目とかね17インチの、アルミホイールの方が大きくてかっこいいんですけど、その辺ねちょっといかがかなという感じですかね。毎日乗る身としては、普通のホンダEの方がいいかなという感じもしましたね。ちょっとね私まだどっちを買ったか秘密なんですけども、まあお察しください。で今日はこれ今からこれどこ行くの、これ風の教会、風の教会っていうところに行きます。
家からね六甲山本当にね近くなんですよ。30分ぐらいで山頂ぐらいまでやってこれます。なのでね結構頻繁ではないですけどちょっとドライブしたいなっていう時はこのワインディングを楽しみながらねこの六甲山の上に、まあ、ランチに来たりとかよくしてます。だからねやっぱホンダいいこういったねワインディング楽しめるんでねすごい楽しみだなと思ってますね。いや早く来ないかなと日々楽しみにしております。でまたちょっと今後レビューするんですけど大きいねミニカー買いましてねホンダ E の1個前コンセプトカーですよね。ちょっとデザインが違うんですけどそれのね大きいねミニカー2万4000ぐらいしたかなあれめっちゃ高いのを買いましたんでまたそれもレビューしようと思います。いやでもやっぱこう楽しいですよねたまにねこういった山道走るとね街中とかでもいいんですけどやっぱこう楽しみたいですよね。せっかく車を買ったんでしたらね。でホンダ E とホンダ E アドバンスのパワーの違いね馬力の違いっていうのが多少あるんですが実はトルクは一緒なんですよね。315Nm なのでこういったね低速域では出力はね実は一緒なんですよね。出だしというのはホンダ E もホンダ E アドバンスも一緒だということで、高速道路でね100キロ以上、出せるとこほとんどないんですけど100キロぐらいで走るそこから加速っていう具合になるとやっぱホンダ E アドバンスの方が馬力が少しありますのでホンダ E アドバンスの方、そんなにね、高速で変わらないと、あれじゃあここ上か、ここマイクのとこや。あ、そうか。うん。久しぶりやな、マイク。YouTube を始めた頃にね、ここ、よく遊びに来てました。これか、六甲スカイビラ。これ？うん。ここ？うん。はい、着きました。ということでそんなに街乗りではホンダ E とホンダ E アドバンス変わらないというお話でした。ではちょっと今からね飯に行ってきます。今日もよく走ったね。今日はここで昼飯食います。はい、昼飯はちょっとホテルで食べます。めっちゃ見晴らしいな。はい、前菜が来ました。いや昼から高級だね。いやこのアイスねびっくりするほど美味しかったです。こっちバニラ。はい、ここね、安藤忠雄建築風の教会。普段ここねもう公開してないみたいですね。教会の椅子マッキントッシュチェアみたいな。これなんかすごいな。死ぬのにもってこいの部屋。なんかアート。これ亀の子倒しや。足見えてるよ。よよし、帰りは天井につけて帰ります。よし、多分大丈夫。はい、では、もうアートも見ましたのでご飯も食べてもう眠たくなったので、ね、もう帰りますね。今からこれ下りでスルスルと帰ります。今360度カメラどんな感じで、映ってるでしょうかね。飛んでかないように気をつけながら運転します。これ気をつけようがないけどな。本題、私のね車、まだね納車がもうちょっと先なんですよね。
12月の末から、年明けの、14日だったかな、それぐらいの間で、納期設定になっておりました。まあ、早くて12月23日になってましたね。その頃にはもう他のねホンダ E 買った方は、11月ぐらいに早い人は、まあ、納車されるみたいですね。11月に納車される方は本当にね、もう胃の一番というか、販売というか販売前からディーラーさんの方にもうお願いして抑えてもらってた方々じゃないでしょうかね。それぐらいねちょっとスピーディーじゃないともう一番に納品されないという感じなんですよね。で私ね家が関西の方なんでその辺もねちょっと距離があるんで埼玉の方で作ってるんですかね、埼玉工場かな、ちょっと知らんけど多分それなんでちょっと陸送の時間もかかりながらとかそういうのはあるんかな。あとなんか塗装とかねいろいろなんか加減してくるんだとは思います。いやホンダいいね、早く届かないかなと思いながら待ち遠しいんですけどね。充電スポットとかいろいろ考えたんですけど、やっぱりねマンションに充電引くってなると結構ねお金もかかってきそうなんですよね。なのでねまあ、充電スポットにまあチャデモの、急速充電使いながらね、やっていった方がまあ、全然経済的なんでそれでやっていこうかなと思います。日産のねなんかありますよね、入れ放題みたいな、ああいうのを契約してもいいんですけど、確か2500円からやったかな。確かねあれリーフとか日産の電気自動車乗ってない方でも契約できるはずですよね、確かね。ちょっと割高になるのかな。でホンダの方はそういうのね月額定額料金っていうのはなくて、月々が支払いは実は定額無料なんですよね。でその都度チャデモ充電の時に、1分間16円急速充電でねっていうのがかかってきます。まあそれでいくとねかなり安いんで、あんまりね電気代そんなに心配してないんですよね。ガソリン代よりはるかに安い感じですよね。ただまあガソリンスタンドのようにいっぱいそこら中にあるわけじゃないので、まあその辺がちょっと利便性が多少悪くなったかなという程度ですよね。でホンダ E のね充電器というかまあ 35.5kW の電池は急速充電に結構対応よく充電できると早く充電できるシステムになってるみたいですね。冬はね温めるんですよ電池を。で夏は水冷冷やすんですよね。で電池をすごい温度管理するということで電池の消耗とかあとその急速充電に対してすごい他のメーカーよりも早く充電ができるように作られているということらしいですね。でホンダEね来たらまあ、ちょっととりあえずねシティコミューターということで街中専用車なんですけど、それもちょっとね遠出してみようかなと思ってます。ちょっと関東の方とかねあと福井県の方ねにちょっと、知り合いの YouTuber とかいますので、その辺をねちょっと回っていこうかなと、長距離運転していこうかなと思ってます。なのでまあちょっとその辺でねちょっとドキドキしながら充電が本当にね最後まで持つかなと、持つかなというか次のチャージポイントまで持つかなみたいなドキドキしながらまあそれもねなんか旅の一つの楽しみとして、まあ、私はやっていこうかなと思います。まあでも大体高速道路ね走ってれば大概ねパーキングエリアにありますんで、まあ、高速道路さえ走ってればそんなに心配ないのかなと実は思っておりますね。はい、というわけで今日はねまあそんな感じでホンダEの雑談話などなどでした。はい、ちょっと
ここで今日は終わります。下まで行かずにちょっとは360度カメラを回収しに行ってきます。ちゃんとあるかな。はい、ありました、よかった。はい、GoPro もね回収できましたので、私こんな感じでいつも動画の方を作っております。皆さんチャンネル登録の方まだの方はぜひともお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録だ、グッドボタンもお願いします。はい、というわけで、今日は雑談動画でした。じゃあね、バーイ。あって、よかった。